こんにちは。願い叶え観音チャンネルの高松です。今日は少しメッセージをもらってますのでお話をしたいと思います。願い叶え観音チャンネルは、基本的には願望実現を目指すというチャンネルで、スタートしています。で、その願望実現のことについて、少しお話をしましょうということです。人の成功体験とかね、聞くと、あの人はこうやってお金持ちになったとか、あの人はこうやって成功したって、そういう体験の話を聞きますよね。そうすると、どういう結果が出たかということを中心にですね、そういうことを聞くわけなんですけども、その結果を得るためにどのような考え方、行動をしたのかみたいなところを、ノウハウとして、共有すると、聞き出すというようなことになっているわけです。それを聞いて真似をしてみたらそうなるかというんですが、確かにね、現象としてはそれに近づく部分はあるんですけれども、ちょっと違う部分もあるんですね。行動と結果は因果関係があるので、ある程度そうした因果で説明がつく部分もあるんですけども、一番大切なポイントは設定をどうしたかということですね。設定の方ですということです。何を設定したかで行動と結果も変わるということです。その設定の方を見ないで、いくら成功した人の真似をしても本当の答えにはなりませんよということです。例えば今の自分はお金がない、だからお金が欲しい、こういう設定をしたとします。そうするとお金がない状態からお金がある状態へ変わっていくためのストーリー、そういうシナリオを作ることになります。貧しい人がお金持ちになる、サクセスストーリーの映画のようなものですね。それが、設定という話です。そこにはまず貧しいことが前提になっているわけです。一方で、自分は貧しいと思っているわけではないと、いつも充実していて満たされたと思っています。例えばこういうような人がいた場合、それはそのお金持ちになるためのサクセスストーリーみたいなものは出てこないわけですね。心が充足している人が、幸せに暮らしているというストーリーしか出てこないわけです。そういうふうにしかならないわけです。充実した心で、周囲の人も幸せにしていくという生活をしているうちに、それが自分にも戻ってくるから、さらに自分は豊かになっていくだけみたいな、こういうようなストーリーになっていくわけです。考えてみてほしいのです。お金がないからお金持ちになるストーリーということを設定するんであれば、必死に働くというような工程がストーリーの中に組み込まれてくるわけです。余裕がないわけですからね、必死に働かないといけないわけですね。そして地道に貯金をしていくわけですね。どうやって儲けるか、何を売るか、そんなことばかり考えなきゃいけないですね。そして日々お金儲けのことを考えて、その道を進んでいくと、そして成功していくというストーリーなわけです。もちろんそのストーリーはいいのです。間違っているわけではないわけです。じゃあもう一つの充実した心を持っている人の生き方は、何か人を喜ばせたいことはないかと日々思い、人に喜びを与えられることに夢中になって生活をしているとしましょう。そのうち、その活動ってお金を取りなさいよと言われて、ハッとして、そうかと、これは事業としてやればいいんだというふうになっていった時に、その事業がどんどん大きくなって、実はみんなから感謝されてお金も集まってくるっていうようなことが成立しうるわけです。この2つの道、必死に働いて必死にお金儲けのことを考えてやる道も、最初はお金儲けのことは考えてなくて、充実した心で、人を喜ばせることを考えていたら、次第にそれが事業になってしまったという、どちらの道を行ったとしても、もちろんお金が増えるということになるんですけども、
まあ、スタートや過程が全く違うわけですね。どちらが正しいとかどちらが間違ってるということはありません。何を設定してどう生きるかの違いだけということになっています。これはどちらを選んでもいいわけです。どちらの生き方でもいいのです。そしてまあ最終的にね、お金持ちになるという似たような結果になるのかもしれません。別にどちらを選んでも人生ですからねという話なんです。でもじゃあ最終的にそうだとして、どちらでいたいか、どこありたいか、どちらで進みたいかという、そういう話なんですね。今これが足りないからここを目指すっていう発想を中心にやっていくのは問題解決的な、まあ、発想方法です。問題があるから問題を解決するという発想方法です。足りないから補うという発想方法です。もちろんこれでも力は出てきます。もう一つは、自分は直感的にこう思う、これを大切にするという生き方をしていくというのでもいいわけですね。その大切なもののために日々考え行動していく。足りない点に注目するよりも、より自然に自分を表現できる道を行く。その道を行けば心は安定するし、より大きな力を発揮することもできると思います、ということですね。足りないところよりも、まあ、自分ができ足りていること、まあ、好きなこと、得意なことみたいな表現でもいいんでしょうけども、それを進めていくことができてもいいわけですね。そして、お金の話にちょっと進むんですが、お金というのはもともと感謝を数値化したものです。製造価値でも労働価値でもありませんと、まあ、使用価値って言ったらちょっと近いようでもあるんですが、厳密には違うということですね。なので結局はお金というものは、まあ、感謝と喜びの観点で見ないとわからないものです。感謝をたくさんする人、感謝をたくさんされる人というのは、自然にお金の流れが自分の周りに出てくるようになっていきます。これは市場経済でもないし計画経済でもありません。感謝経済ということができるのかもしれません。本当の世界は、本当の世界のお金というのはまさに感謝経済のものということができるわけです。もしお金が欲しいと思っているのであれば、日頃から感謝してますか、もしくは感謝されてますかということを振り返ってみてほしいわけです。そんな単純な話でいいわけです、まあ、そういうことをって言われてました。まあ、願いを叶えるということですよね。お金が欲しいと思えば、まあ、お金を必死で稼ぐっていうのも、まあ、願い叶えなんですけども、お金の本質は感謝です、と。感謝が数字になったものです、もしくは感謝が実体になったものです。だから感謝される人にはお金が集まるし、感謝する人はお金が流れていくわけで、そういうお金の流れが感謝を中心としてできていく。で、それが本来の経済のあり方で、そちらの方向に向かっていくんですよ、ということを聞いています。さあ、皆さんは どちらの経済を、というか、まあね、市場経済ですよね。物の価値はね、需要と供給で決まる、ね、市場経済だしね、製造原価がペイできないと採算取れないとかね、製造価値ですよね。でもまあ、そういうことを地道にやって経済活動をやっていくのは、まあ、今までの話ですけども、これからお金の動きが本来の姿に近づいていくとなった時に、すごく感謝をしたらその人のところにお金が行く、うんね、何か物を買ってお金が動くっていう、物中心の経済じゃなくて、心が充足する、満たされる、そのことがお金によって表現されていくっていう経済の方が本来あるべき姿 であろうということなんだそうです。なので本来の姿にこれからだんだんと近づいていく、まあ
貨幣の、ね、価値が変わりますよとかね、金が上がるとか下がるとか、あるいは出のみがあるとか、新札が発行されるとか、いろんなことをですね心配したり、あと何だろう、戦争とか始まったらシステムが止まって銀行の ATM からお金が出なくなるとかね、まあ、当然いろんなことを心配されたりもするんでしょうけども、本来は感謝の度合いを数字にしたものですよ。であれば感謝する生き方、感謝される生き方をすることが自分を豊かにするということにつながるんじゃないでしょうか。今日の話からそんなことを学びました。以上です。どうもありがとうございました。